明けまして、おめでとうございます、本年もどうかよろしくお願いいたします、新年早々からまたね曲をまた載せておりますけれども、今回新曲案内といたしまして1月10日発売のものをちょっと集中しておりますけれども、一度早めに私はもう YouTube 載せておりますけれども、その中で第パート2って形で、きめ細かな、歌い方と、またこのカラオケバージョン、ギターバージョンで、もし練習それまでできたらということでよろしくお願いしたいと思います。まあ通常のカラオケより感想はちょっと短いかもしれませんけど、いわゆる歌の部分を重視しながら練習してくださればいいと思います。キーは原曲キーで比較的高いですね、この方もね。まあ中には半落ちになるかもしれませんけれども、そうですね、半落ちにしてちょっとねやってみましょうかね。それでも高い方いらっしゃいますんでね。じゃあ会津涙橋、1月10日発売、鈴木美優さんのね、この曲をちょっとワンコーラスまず1回、乗せていきたいと思います。歌ってみます。よろしくお願いします。あの日の別れ橋
ばし、四分音符でから伸ばしっていうの、イーたいとこ、イーと、イーと、出だし、まあ、頭の方は、待ってて欲しいと、約伸ばして、一拍して、半拍して、イーな、イはちょっと半拍開けてちょっと置くようにして、イイナイナ、拳入れながらナガ、もう一つアを入れてラーラー、三拍のね、イナガラね。じゃあ待っててからいきましょう。
しいっていうのも唱えるたいですから、ギーもギーも、どんな意味しこう切なくぐ、切なくぐまでいきます。切なくぐ、これ200反応です。ぐー、拳言いながら、うーずーりーりーで、ちょっとブレスしてもいいですね、止めてずーりーで、拳なくなくなくじゃなくて、なく切なくから、はい、切なくぐーずーりーなくね。じゃあ遠い目をした旅の人からいきましょう。はい、木は半落ちてますからね、実際にはもうちょっと上がってますけれどもね。じゃあそれではひらがな歌詞を載せていきます。読みやすいように、で頭の出だしのところ大体合わせるようにしてください。よろしくお願いします。
ムだったでしょうかね、カラオケだとなかなかきめ細かなメロディーって弾くのはちょっと稀なんですけれども、大体こう、歌詞を載せた大体頭を合わせてくださればよろしいかと思います。時間まで、発売日まで、1月10日までちょっと今の時点では時間ございますんで、お正月休みがたら、練習してみてください。以上で鈴木美由さんの会津涙橋、この歌をレッスンいたしました。ありがとうございました。チャンネル登録といいねマークよろしくお願いします。